皆さんおはようございます。朝早くビットコインがレジスタンスラインを突破して上昇しました。皆さんが動画をご覧になる頃にはどうなっているか分かりませんが、今上昇している理由を紹介します。まずダウジョーンズが 0.5% 上昇、 S&P500 が 1% 上昇、ナスダック総合が 1.5% 上昇するなど、ウォール街では明るい兆しが見えてきました。コイン月光によると、主要指数と相関する傾向にあるビットコインは過去24時間で 1.5% 上昇した。つまり米国の主要指標につられてビットコインが上昇したようです。米国の主要指標が上昇した理由は、労働市場の冷え込み、クレジットカード債務の過去最高水準、住宅ローン金利の20年以上の高水準、中国などの主要経済国への懸念を背景に、今週ジャクソンホールシンポジウムでパウエル議長が適度にハト派的なトーンを示すと予想しているからということになります。追加利上げ観測後退で投資家心理が改善したということのようです。金利が下がれば借り手に有利になります。これにより消費や投資が増え、その結果生産が増え、失業が減り、国民の所得も増え、株価も上がるということになります。もちろん例えばの話です。このようなニュースも出ていました。 FBI 北朝鮮のハッカーが4000万ドル相当のビットコインを売ろうとする可能性があると発表。ビットコインのチャートを確認してみると、ほとんど影響を受けていないようなので気にしないでよいかもしれませんけれども、仮想通貨会社はしっかり追跡しておいてほしいものですね。これらが現金化されると、日本海に向けてミサイルが飛ぶ回数が増えるのは間違いないですから。ビットコイン短期保有者の 90% 近くが水面下にあることがオンチェーンデータで明らかにという記事がありました。グラスノードが追跡したデータによると、最近の下落により短期保有者、またはビットコインを155日以上保有していないウォレットの 88.3% が含み損に陥っているようです。ほとんどの短期保有者が負けているということです。ちなみに私はビットコインは購入していません。過去の動画で何度も紹介していますが、米国政府の欧州ビットコインがまだ残っていますから、これが売り出されると必ず下落するので怖くて購入できません。もう少し待ちます。現在短期保有者のほぼ 90% が含み損を抱えており、これは売り圧力と相関関係にあることが多いとも言っています。なのでこれ以上の価格下落は暴落につながる可能性があるので、このまま上昇してもらいたいものです。今回はビットコインの上昇理由を紹介しました。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。